ハロー YouTube! 下根司のニュースの猫側にゃ、今日もね、トップ5ですお送りいたします。ついにあのお方が週末宣言を出してくれて、本当にありがとう。お嬢の中で話題に。川の流れ。今日はですね、週末宣言とか、梅之助師匠がゴムを脱いじゃった話とか、盛りだくさんなんだよ。つってんね、ということでね、今日もやっていきましょう。沖縄県の在米軍がですね、あることを発表して話題になっております。これね、一応今月10日からですね、いわゆる兵士の夜間外出などのね、行動規制かけてたんですけど、これをですね、31日で解除することが決まったわけですよ。で、みたいな。むしろ今大変な時期になぜ解除つってね、闇の者たちの間で話題になってるんですよね。まあ、アメリカ様つったらもうあれですからね、日本の神ですから。そしてそのアメリカ様が、終了って言ったらもうこれ終了なわけなんですよ。ほんともうありがたや、ありがたや。やっと元気になれたんです。あ、違う違う、これ、すいません、すぐやりたくなっちゃうんですけど、今、すいません、降りてきましたね。ということで、元気が降りてきましたよね。ということでね、ありがたいありがたいって話なんです。まあ、これをね、見てですね、いわゆるレフトを守ってる人たちは、もうアメリカ軍はけしからんとね、勝手なことしやがってって言ってるかもしれないんですけど、そうじゃないんですよ。これもアメリカ様が直々に、日本よ、分かってんな。終わりだ。って言ってるってことなんですよ。だからこれね、近々、ははーん。終わんなって思いましたけどね、皆さんいかがでしょうか。これは朗報と言わずして何とするね、神の終末宣言だと私は受け取らせていただきましたということなんですけど、昨日ですね、ちょっと大阪でやばいことがあった。大阪にね、造幣局っていう闇の施設があるんですけどね、もう造幣局って聞くと闇しか思い浮かばないの、僕だけですか。僕だけです。話し続けますね。この造幣局の前でね、トラックが転倒してちょっと大渋滞っていうことが起きたんですよ。で、このトラックがやばいっていうね、この転倒したトラックの側面になんて書かれていたか、そう、エバーグリーンと書かれていたのですという話なんですよ。で、これが何かの暗号なんじゃないのかと。エバーグリーンといえばスエズ運河で座礁してね、世界中の物流に大迷惑をかけたあのエバーグリーンというね、貨物船ありましたけど、あれの会社なんですよ。で、まあ、スエズ運河の一件も結局何だったのかよくわからないまま終わりましたね。あれ、あそこに積まれていたものがですね、闇の物流がそこに入ってたんじゃないかとかいろいろ言われてましたがね、結局うやむやということなんですけど、今回この大阪の造幣局前で転倒したエバーグリーン。そしてその場にはですね、ヤングの落ちり拭きシートがですね、1000枚ほど散乱していたってことで、あら、もったいないわねってことなんですけど、なんで普通すぐお値が出てくるかわかりませんけど、ね、でですね、これね、もう言っていいですか？これは、このエバーグリーンが関わっていると言われている、ヤングのあれ、ヤングの仙人が救出された、闇がすっ転んだよっていう暗号なんじゃないかって、ハナリンちゃんが言ってたね。どうでも、ハナリンちゃんもこれ、そうだよ。ね、そうなんです。そうなんです。ね、ということで懐かしいんですけど。で、やばいことに、この転倒したトラックの側面に描かれていた絵が、ラッパだったのです。そう、以前ですね、7つのラッパ吹かれし時に光の世界を訪れるっていう謎の予言があるという話したと思うんですけど、このラッパっていうのが闇が転んだんだよってことを示してんじゃないのかなーつって、そうだったらいいなーつってね、言ってたんですけど、まあこれね、やっぱ暗号なのかな、それとも暗号なのかなっていうね、まあ暗号しか答えのない世界なんですけどね。これね、皆さんね、エバーグリーンって暗号なんですよ。いわゆるアメリカの大統領一家、これファーストファミリーなんて言われますけど、このファーストファミリーになるとね、このシークレットサービスが呼びやすいようにコードネームをつけるのが習わしとなってるんですよ。過去いろんな大統領のコードネームありまして、例えば JFK ランサー、めちゃかっこいい。これちなみにね、これアーサー王の円卓の騎士団の一人ランスロットから来てるらしいんですけどね。かっきいなって話なんですよ。で、国の旦那はイーグルって言って、これもまあまあかっこいいですよね。そしてニャントラさんはモーグルって言って、アイコ、ベムラアイコはいける好きでした。で、ということでね、これ違うんですよ。モーグルっていうのは、いわゆる富豪とか長老とかそういった意味があって、まあそういうのをつけたんですよね。でですね、このエバーグリーンっていうコードネームの人が一人いらっしゃるわけですよ。これが国の奥様なんですよね。そして今回転倒したエバーグリーンっていうトレーラー、そして先日スエズ運河で座礁したエバーグリーンの貨物船、これね、単なる偶然と思われてますけど、実は一緒なんですよね。これ、すべて、
エヴァグリーン、栗の奥様が関係した話なのです。皆さん、栗の奥様は財団を持っていて、ね、世界中のヤングたちに夢と希望を与えているんですけれども、ね、実はそれ以外にもいろんなお仕事があるって言われてるんですよ。昔ですね、ハイチュウの地震があった時に、ね、この財団がですね、派遣したある団体がですね、このハイチの若いヤングメンたちをね、国外に連れ去ろうとして捕まったみたいなことあったわけですよね。何やってんだって話なんですけど、これもすべてこの栗の奥様、エバーグリーンが関わってるっていうことなんですよ。今回この大阪造幣局の前で、このエバーグリーンが転倒したっていうのは、この栗の奥様がズコーン斬新図工ね。ということで、これ、斬新図工終わったっていうことなんじゃないのかな。なんつってねってことでね。まあ、これ一応ですね、暗号解読してみましたんで、皆さんもぜひね、解読してみてください。まあ、大阪でこんなやばいことがあったって話なんですけど。まあ、そしてですね、アメリカね、ちょっと梅之助師匠も、自ら暗号を解きに来たという話でございます。先日、最高判事ね、ブレアさんっていう人が退任するっていうことで、この、まあ、記念式典みたいな、記念スピーチみたいなする場があったんですよ。で、その時に、まあ、梅之助師匠ね、基本的にそう、口を覆ってるマスクメロンあるじゃないですか。まあ、マスクメロンをスピーチの時外してたんですよ。で、机の上置いてたんです。このスピーチが終わってです。壇上を降りる時に、そのマスクメロンをですね、横にいたブレアさん、やめるって判事の人に、これ鼻向けじゃーってね、はいって渡したんですよ。いや、いらない、いらない。いらないのよ。お前自分がハリウッドスターにでもなったつもりかっていう話なんですけどね。ハリウッドスターでもいりませんけどね。ということなんですよ。で、これが一体何示してるのかっていうことですね。これはもうあれですよ。もうゴムマスクを脱ぐよっていう、脱いだよってことなんですよね。脱いだけどまた梅之助師匠がいたんですよね。いや、結局お前かってことで、まあ、結局脱いでも俺でしたっていうね、なんだそれっていう、まあこれお茶番ってことなんですけどね。なんかこれもうわざとやってんのかなっていう。ちょっとあれなんですかね、シュールって思われたいんですよ。多分、俺はシュール系の芸人だとね、こってこての喋り漫才と一緒にすんなと、ね、往年の良い子だって言いたいと思うんですよ。多分、ね、多分と、ということでね、シュールネタをぶちかましてきた梅之助師匠。これはまあまあ、面白かったぞ。褒めて使わしたいんですけれどもね。ちなみに私が逆に褒めて使わされたいのは、ヨジョジョン。兄、キム・ジョンは少し痩せました。また痩せたでなんかことを収めようとしてるヨジョンちゃんがいる。兄さんのことをね、すぐ痩せたからね、顔が違うんですって言い張るんですけど。いや、じゃあもうちょっと検証していいですかね、本当に本人が痩せただけなのかってことですよ。じゃあまずこれって、ね、まあイケメンですよね。まあこれって言って、あ、来たーのーで、これ細川た、これですね。え、来たー、細川たかしだ。それ違って、これあれだ、別人じゃなかったですよ。細川隆さんでした。よかった。これはね、本人じゃなくて、これ、隆さんでしたわ。ね、大丈夫です。よかった。ヨジョンちゃんの鑑識眼は、鈍っていなかった。いけるいけるもうこれ何とでもいけるね。まあ、皆さん、決してですね、決して、お兄ちゃんは別の顔なんて、言っちゃダメなんだぜ。パーティーちゃんからこの前いいねもらいました。いや、24時間ホワイトハウス見守り隊からですね、またとんでもない情報がね、私の元に舞い込んできたんですよ。まあ、これなんですけど、ホワイトハウス、雪が降り始めました。現場からは以上ですね。まあ、なんでそれは別にいいだろうっていうね、それは季節のことだろうっていう話なんですけど、まあでもちょっと待ってください。雪が降るっていうのはもう、闇ってことですよね。いや、そうでしょうかね。わかりませんけれどもね、これ、やばいなと思いましたね。これホワイトハウスだけにね、ホワイトつってね、うるさいって話なんですけど、本題に戻ります。この前ね、ペンシルバニア州で、大型の橋が陥落するっていうね、大事故が起きたんですよ。で、実はこの日ね、梅之助師匠、この地で、インフラ法について、ね、演説を予定してたんですけど、これ橋が落ちたことによって、インフラ法の演説が中止になっちゃったんですね。もう梅之助師匠、とほほって思って、今日も一日お疲れ様でした。良い夜をお過ごしください。週末はインスタグラムが更新されがちなんで、ぜひこちらの方も、あとツイッターもやってますんで、フォローよろしく。いつか最高の自分になる話っていう話なんですけど、この前ですね、マクドナルドで、ファーストフード店でね、朝までみんなでたわいもない話をしてたんですよ。時が経つのもね、忘れてですね、共に過ごした日々が懐かしいねっつって、ああ、昔の話してたんだっていうね。で、まあ、すぐ向きになってはしゃいで、喧嘩もしたりしたけれど、強い絆があった頃、これからも友達でいれるかなつってね、いつか最高の、お前が歌うんかーいってのこと、お前が歌うんかーいってのこと、